植村嗣義は、日本の海軍軍人、政治家、家族。最終階級は、海軍大佐。貴族院議員、男爵。十三味君に等。実父は、西郷つぐみ元水でその四男。洋夫、植村彦の城海軍大将の志士となる。学父は、山本権兵衛海軍大将で、その四女、奈美と結婚。宝部表海軍大将は、義兄にあたる。 次男で、上村男爵家を継いだ、上村国幸進は、家族石化事件で、治安維持法違反に問われ検挙された。1902年海軍兵学校卒業。赤字は187名中120番。同期生に、百武言語大将、今村信次郎中将、松山茂中将らがいる。出雲乗組の注意として、日本海海戦に参戦。出雲は、 第二艦隊の機関で、後に養父となる、上村彦之丞が、司令長官として座上していた。戦後海軍大学高専科学生として、東京外国語学校でドイツ語を学び、ドイツに留学している。大時代に、ドイツ皇族、ハイン・リッヒ・シンノーが来日した際は、接班補助員として、八代六郎を補佐した。第一次世界大戦では、第一特務艦隊所属の、 赤市副長として出征。その後、地区春日野・の各副長、軍事参議官副官、活力特務官長などを務めた。1923年、海軍大佐に昇進し、翌年予備役に編入された。1916年、矢部彦之城の死去により、男爵を就爵。1926年3月、貴族院男爵議員に選出され、 厚生会に属し1932年7月まで在任した。第一次世界大戦では国書の中夜間警備に従事した際、パーティーを開催中の英国艦隊に単焦灯を照射し混乱させた。日本海軍の司令官、艦長も参加しているパーティーである。部下であった高木総吉によれば、上村は長身、巨漢で髭を蓄え、司令官よりも堂々としていたという。 なお主語であった。ありがとうございます。